どうも、リバラのコードです。今日はフォアフットの感覚と体のバネを鍛えるコソ練を紹介します。ということで、ご覧の通りそのコソ練とは縄跳びです。そう、縄跳び、皆さん小学生の頃から縄跳びやったんじゃないですかね。で、大人になってからなかなか縄跳びをする機会がないと思うんですけど、この動画で縄跳びを使ってどういう風な練習をしていくのかっていうのを紹介します。はい、ご覧の通りただぴょんぴょん跳ねるんですけど、さっき違い分かりましたかね。もう一回見てほしいんですけど、はい、やります。普通に跳んでるんですけど、分かりました。今の感覚、途中から膝を使って跳ぶような感じで縄跳びをしていました。この感覚が分かるようになってくると走りにも生きてくるんですけど、二重跳びをするような感覚でやってみるとよく分かると思います。できるだけ膝を使う、これ駆け足跳びなんですけど、駆け足跳びもできるだけリズミカルに膝を使って縄跳びをする。で、この時に後ろ足を蹴り上げるようにして縄跳びをすると、ウォーミングアップ的な感じでより効果が増すと思います。縄跳びって実は奥が深くて、はい、こんな感じでちょっと硬いんですけど、ぜひ自分の縄跳びの姿を動画撮ってみてやってほしいなっていうふうに思います。で、その時にできるだけつま先でポンポンポンと軽くやっていく感じで、足を全部下につけずにリズミカルにやっていく。で、もし縄跳びがない人ご安心ください。縄跳びがなくてもその場ジャンプでその感覚を使うことができます。なんならスマホ見ながらまさに今ちょっとやってみてください。こうやってドスドスドスみたいなジャンプじゃなくて、ピョン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 っていう感じで膝をうまく使ってリズミカルに跳ぶ。これを走る前にぜひやってみてください。ではまた。